はい、こんにちは。前回の動画で100均で始める味覚の板付け完全解説っていう動画を出させていただいたんですけれども、今回はそこから一歩進んでコルクにつける方法、こちらを初心者の方にも分かるように丁寧に解説させていただきたいと思います。そもそもコルクってどこで買うのっていう方だったり、電動ドリルないから穴開けれないよっていう方もいると思いますので、今回も100均の道具を駆使しながらコルクにつける方法を解説したいと思います。動画の後半ではコルクの購入先だったりコルクの加工の仕方も合わせてご紹介していますので、やったことのない方はこの動画を見終わった後にぜひチャレンジしてみてください。では行ってみましょう。味覚シダの板付けが初めてという方は前回の動画を見ていただいてからの方がより理解できると思いますので、概要欄のリンクからまずはそちらを確認してみてください。では私の場合は小株から中株サイズぐらいまではこのように板付けで管理していて、ある程度大きくなったらコルクへ引っ越すようにしています。コルクに引っ越す理由はただただかっこいいっていうそれだけなんですけれども、同じ株でもコルクに引っ越しただけで雰囲気がぐっと良くなるっていうことが多々あるんですよね。味覚の品種を選ぶのも楽しいんですけれども、これに合うコルクを探すっていうのも私は味覚の楽しみの一つだと思っています。では準備していただくものになりますけれども、まずはコルクですね。そしてあとは100均で準備していただくものはこういった差し替えドライバーで、ドリルの刃ですね。今回は 4.5mm、あとはマドラー、竹串、透明のミシン糸、水苔、中身は出してあります。戻し方は前回の動画で解説してますので今回は割愛させていただきます。あとは結束バンドですね。それで今回は電動ドリルを使わないので、どうやって穴開けをしていくかっていうと、こちらの2つですね、差し替えドライバーとドリルを使って穴開けをしようと思います。こちらの商品ですけれども、このように頭にプラスとかマイナスをこうマグネットで差し替えれるような、このような商品になっています。でここの頭とこのドリル、こちらのサイズの幅が一緒なので簡単にここ取り付けることができます。マグネットタイプなんですぐ外れちゃうんですけど、これでも十分に使えると思います。でまあどうやって使うかといえば、まあ電動ドライバーのようにこのように普通に手動でねじ込んでもらえれば、これで簡単に穴が開きます。これコルクだけじゃなくって板付けの針金の穴とかもこれで全然普通に開けれますので、こんな感じですね。電動ドリル持たれている方でも一つ持っておいて損はないんじゃないかなと思います。では実際にコルク付けの作業に入っていこうと思います。今回はこちらの養生していた株ですね。こちらは E1 という品種で去年の10月頃に購入して、胞子葉が2本、貯水葉も2枚、そして今新たに左右の貯水葉が出ている状態ですね。こちらの品種は親株になると胞子葉の分岐もすごいかっこよくって、成長も早くて育てやすくてっていう、初心者の方には本当におすすめの品種になります。そしてお引越し先のコルクはこちら、こちらですね。今回のこちらのコルクは癖があって湾曲してるんですね。湾曲してるので今回は真ん中に添え木をして、そこに壁にかけるフックをつけるようにしています。フラットなコルクを買われる方は普通にフックをつけてもらえば問題ないんですけど、こういった湾曲しているコルクを選ばれる方は、初めにこう壁にかけた時にコルクがこういうふうに傾かないかっていうことをしっかり確認しておかないと、私も今まで何回かあったんですけど、コルクに着生させて、わめちゃかっこよくなったと思って壁にかけたら、なんかこう歪んじゃってるってなると、後からこのコルクの形を成形しないといけないので、とてもやりにくいんですよね。なので湾曲しているコルクを選ぶ場合には必ず最初にここが壁に対してフラットになるか、この確認をしておく必要があると思います。では続いてお引越しをしていこうと思うんですけれども、まず
この板から外す前にやっておきたい作業が一つあって、それは何かっていうと、この株に結束バンドを1本ぶっ刺しておきたいんですね。で、なんでこれぶっ刺しておきたいかっていうと、今回着生させる方法なんですが、分かりやすいようにこちらの板で簡単に解説すると、3本の結束バンドを使うんですけれども、こちらに1本、そして反対側にもう1本ですね。こういった形で通していただいて、で裏側は先に留めておきます。で表はこういう風ですね。でここに例えばこれが美角として今作るものですね、こういう風にぶっ刺したものをこういう風につけて固定する予定です。なのでこの状態のものを今作ろうとしています。それでどうやってここに結束バンド1本刺すかっていう話なんですけれども、そこで使うのが先ほど準備していただいたこの竹串とマドラーですね。では実際にやりながら説明していこうと思います。では初めにイメージとしては、ここの成長点の下あたりに1本こういうふうに通しておきたいんですね。でこの竹串で竹串を1本ぐーっと通して、今反対側から竹串がこれ出た状態になります。そうしましたら次にこのマドラーなんですけど、表面はフラットで裏面がこれ少し湾曲してるんですね。でこの湾曲してるのを上に向けていただいて、先ほどのこの竹串のこの下の部分ですね、こんな感じでスルスルっと通してください。竹串に沿わせるようなイメージですね。でそうしましたらこのように竹串の下を貫通しました。貫通したら竹串はここで引っ張って抜いてください。そしたら今はこれマドラーが1本刺さってる状態ですね。こんな感じになります。そうしましたら今度はここで結束バンドですね、こちらをマドラーの上ですね、ここへ差し込んでいただくと、マドラーの湾曲があるのでスルスルスルっとこちらも簡単に通すことができます。で結束バンドが通ったら先ほどのマドラーを抜きます。そうするとここに結束バンドが通った状態になります。ここまでできましたら板から外していきます。板から外した状態がこんな感じになりますね。このちょっと微妙な場所に小株が出てるんで、こちらもうまいこと救出しながら板付けできればと思います。根の張り具合はこんな感じでバッチリですね。ではこちらの株をコルクへつけていこうと思います。こんな感じですね。いいですね、コルクに乗せた感じ。では乗せていただいて、今度は先ほど板で説明したようにこことここへ結束バンドで固定したいので、あらかじめここの部分に穴を開けておきます。こちらのドリルですね、こちらで、はい、こちらもこれで穴が開きました。はい、こちらもこれで穴開いてますね。
そうしましたら先ほど説明したようにコルクに結束バンドを通しておきます。裏から1本、表から1本ですね。こんな感じです。で、裏側はあらかじめ留めておきます。止めておきました。こちらを右側をできるだけグッと引っ張って止めておくことをお勧めします。こちらの長さはこれぐらい、5センチぐらいですね。で、こちらも5センチぐらいのところで切ってください。では板返しするときに、今もう根っこが十分張ってるので、ここからさらに伸ばしてもらうために、ここに苔増しといって、新たに苔を持ってからくっつけたいと思います。で、コルクに苔を盛る時のコツなんですけれども、凸凹した部分があるので、そこの部分はギュッと先に押し込んでおくのがいいですね。押し込んで、まずはフラットな状態を作ってもらうイメージですね。こんな感じですね。で、フラットな部分ができたら、あとは均等に乗せていく感じですね。できるだけ平べったく、先ほどのここの R を生かしたような、この先にスッとつながるようなイメージで苔増しをしたいので、フラットで大丈夫ですね。で、ここの結束バンドのところは外側までこう挟むような感じですね。こんな感じで苔を持ってください。で、苔が漏れましたら肥料ですね。肥料のある方はここで肥料を入れてください。では、ここまでできたら結束していこうと思います。順番としては、右側からまず、ここを刺していただいて、全部ギュッと締めずに仮で緩めですね。ちょっと胞子葉が多くて見にくいので角度変えました。で、続いて左側。こちらを通してあげます。で、だいたい同じぐらいなるようにしていただいて、で、この状態で成長点が中心に来てるかどうか、つける位置がいいかどうか、ある程度再確認します。で、足りないときはこの時点で水苔を追加していただいて、ここの下へ潜り込ませてあげるような感じですね。で、よければ右と左を均等に締め込んでください。どっちかだけ先に引っ張ってしまうと株がそっちの方に傾いてしまうので、右と左全く同じ力で少しずつ引っ張っていただくといいですね。で、固定ができましたら、余分な部分はここでカットしますと。で、ここからは水苔の成形に入りますので、この周りの部分ですね、ここへ水苔を足していただいて、ね、比較的多めに盛ってもらって大丈夫だと思います。こんな感じで盛ります。そうしましたら、あとはミシン糸で固定していこうと思います。では、前回の動画の時はあらかじめミシン糸を結んでおいたんですけれども、ミシン糸結ばなくてもこういうふうにグッと一回回していただいて、で、ここでバッテンを作って、あとは一回そっと回していただいて、で、徐々にテンションをかけていくような感じですね。こうすればあらかじめ結んでおかなくてもほつれてくることはないですね。あとはどんどんここからは成形していく感じですね。株自体は結束バンドで留めてあるので、あとはここはもう本当に成形するだけですね。ここの部分
もうちょっと隠したいんですけど、小株が出てるんでちょっと難しいですね今回。でもこんな感じで、で少しずつ少しずつ巻いてってください。コルクへの付け方はいろいろ方法あるんですけど、今回みたいに3本の結束バンドで留めてもらってもいいし、ちょっと株に結束バンド通すのがっていう方はもう普通にここに結束バンド回してもらっても、ゆくゆくは貯水葉で覆われるんで全然それでも問題ないです。ただ貯水葉の薄いタイプの品種だと、その結束バンドの凸凹を貯水葉がその形を拾っちゃうってことがあるんですよね。なので貯水葉の厚みが薄い品種はこんな感じで結束バンドを刺して見えないようにするやり方がおすすめですね。で、ある程度形が整ったので、この辺のはみ出てる部分も拾いながら糸を巻いていきます。この水苔の形で最終的な貯水葉のフォルムが決まってくるので、いろんな美学を見てその品種の理想の貯水葉の膨らみ方っていうのをあらかじめ勉強しておくと、自分が仕立てる時に あの形にしたいなとか、そういったものがあると綺麗にいくと思いますね。念のため裏側にも回しておこうと思います。さて、だいぶいい感じになってきました。この板付けの作業って無心でできてめちゃくちゃ楽しいんですよね。結構な数やってますけど、やっぱりこうなんかこうビシッと決まった時ってあるんですよね。その時の快感がやっぱりたまらないですよね。はい、いかがでしょうか。コルク付けの完成です。横から、反対の横から、下側、上側、小株もなんとか生き残ってくれそうです。やっぱり板付けのままでもかっこいいですけど、コルクに付け替えるとさらにかっこよさが増すのが美覚ですよね。最初に説明し忘れたんですけれども、裏側もコルクの両サイドに切れ込みを入れてあるので、裏の糸もきれいにまっすぐ揃っていると思います。いくつか板付けしてると、こんなところもなんかこだわるようになってきて、裏から見ても美しいし、正面から見ても美しい。今回の仕上がりはなかなかいいんじゃないかなと思います。ではざっくりと作業過程をまとめさせていただくと、まず最初にコルクに引っ掛ける部分を通しておく。その時に湾曲している場合は傾きがないか必ず確認するってことですね。で、その確認が取れたら、この板付けの状態で外す前に結束バンドを1本通しておくってことですね。で、それができましたらコルクの方に2箇所穴を開けて結束バンドを2本通して裏側は固定しておく。それができたら苔増し分の苔を持って、肥料を持って、板から外した本体を結束させる。で、結束させるときは右と左均等な力で締め付けて株が傾かないように注意する。で、最後に周りに水苔を持って形を整えて出来上がりというような形ですね。ぜひやったことのない方はチャレンジしてみてください。はい、では続いてコルクの調達方法と加工の仕方なんですけれども、つい最近までは私も自宅の近くにコルク売ってるところがなくって、ドライブがてら1時間ぐらいかけて遠いところまで買いに行ってました。で、その時に小さいコルクをいくつか買うんではなくって、私がやってたのは一番大きいコルク1メートルぐらいあるやつを買って、で、それを自分で好きな形に割って使ってました。割るっていう手間はかかるんですけれども、そちらの方がコルク1つあたりの値段は断然安くなると思います。ちなみにさっき板付けしたこちらのコルクと、こちらのコルク、実はこれこんな感じで、もともと一つだったんですね。こんな感じでこれ自分で割りました。
で、あとこちらとこちらもこういうふうか、もともとは一つでした。なのでこんだけ長いコルクを買って私は3つにカットして使ってます。あとコルクの購入先なんですけれども、私は岐阜県に住んでるんで、実際に買ってる店でいうと岐阜県の鏡原市にある B ガーデンさん、ここは美角もたくさん置いてあって、いろんなコルクがたくさん置いてあります。そしてもう一つはその近くにある生山ガーデンさん、こちらも大きなコルクが置いてあるので、私のようにカットして使いたい方にはおすすめです。こちらの2つはお近くの方はぜひ足を運んでみてください。あとは動画を見ている方はこの近辺の方ばかりではないはずなので、まあ、ネットでの購入先といえばやはり一般的なのはヤフオクですね。で、あとはいつも見ててお値打ちだなと感じるのは、知ってる方も多いと思いますけれども、埼玉県で今ハウスを構えてされてるアブノーマルトムプランツさんっていう方、毎週木曜日にライブ販売、美角のライブ販売をされてるんですけれども、その時に一緒にコルクの販売もされています。今までいろんなとこでコルク買ってますけれども、料金設定はかなりお値打ちだと思います。もちろん送料はかかりますので、まあゆくゆくコルクっていくつあっても問題ないので、まとめ買いしていただければかなりお値打ちに買えるんじゃないかなと思います。こちらも概要欄にリンク貼っておきますので、気になる方は一度フォローしていただいて木曜日ライブ販売チェックしてみてください。あとは参考までに、今までにコルクをいろんな形に加工して使ってきましたので、まあ、その紹介を少しさせていただけたらと思います。実際に見ていただくのが早いかなと思うんですけれども、ちなみにこちら一つのコルクのように見えますけれども、下半分と上半分コルクをくっつけて使ってます。昔どうしても大きいコルクが欲しい時にお店に売ってなくって、手持ちのコルクをうまいこと加工して結束バンドでつけてあります。これで2年ぐらい使ってますけれども全く問題ないので、こんな方法もありかなと思います。あとはちょっと変わった使い方として、こんな感じで真ん中をくり抜いて真ん中はヘゴ板仕様にしています。やはり一番成長のいい着生剤といえばヘゴ板かなと思いますので、こんな方法もやってみました。あとはカットしていると結構歯切れみたいなのが出てくるんですけれども、そういったものも捨てずに取っておいて、例えばこちらなんですけど、ここ頭こういう形になってるんですけど、実際にはこういう風になってて、もともとがこういう細い頭だったんですけれども、ちょっと形が悪いので歯切れをここにネジで留めて、表から見るとこんなような形ですね。ちなみに先ほど板付けしたこちらの E1 も最初にこちらの面がだいぶ大きかったので、ここの部分を削り落として、よく見てもらうと分かるんですけど、ここの部分に削り落とした部分をネジで揉み込んで留めてあります。そうすることによってここがフラットになったりとか、こんな感じでカットしたものは取っておくとこういったところに使えますので、捨てずに取っておくといいと思います。美角を自分好みに仕立てるのが大好きなんですけれども、コルクに合わせるとさらにもっと楽しくなると思います。まあ、そもそもかっこいい植物なんで、何に着生させててもかっこいいはかっこいいんですけれども、私はコルクが断然おすすめなので、やったことのない方はぜひチャレンジしてみてください。では今回の動画は以上となります。今回も喋りながらの説明でしたので、至らないとこがあったかと思います。わからないことありましたらコメント欄へ書いていただければ、必ず返信させていただきますのでご活用ください。今後も美角シダに関する情報を発信していきますので、ご興味のある方はチャンネル登録、今回の動画の内容が参考になった方は高評価ボタンも押していただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。